タイガース・マスク選手は体調不良により欠場。天童山公式ルールにのっとり、対戦相手の佐野アラン選手は不戦勝となり2回戦進出となります。先生、我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり全力で戦うことを誓います。選手代表佐野アラン。16選手参加、天童山2023激戦にご期待ください。大阪
手より勝者佐野アラン。Thank you.
これより松下クレナ天皇杯20232回戦進出です。天王山20231回戦、まあ2回戦で準決勝決勝誰が来るか分かんないんで、正直もう一番の山場でした。翼さん、何をしても返されて、ずっとペースを握られたままで、最後も意地と膝がまあいいの入ってくれたって言い方をしたら情けない話ですけど、でも完全に超えたとはどうかな。でもまだこれは第一歩なんで、これを勝ち上がった上でまた翼さんと当たる機会なんてまた何回でもあるでしょ。大阪プロレスなんだからね。そして何回やっても俺が勝てるようになってやりますよ。そのためにはまた一から期待の星ですね。そして2回戦、おタイガースマスクが、おい、何でした、インフルエンザ。まあまあ病気は病気や怪我はしょうがないですけど、僕としてはすごい残念です。はい、だってね、3月のちょっと今も痛いですけど、3月のこれはまだ僕の中で生産できない、ライトヘビーもまだ生産できないですよ。僕はまだ復帰してからまだ前に進めてないんです。これをまあね、勝負は時の運、今日僕が勝ったみたいにアランがタイガースさんに勝つかもしれなかったですけど、でも僕はタイガースマスクが来ると思ってたし、それを正直勝った上でタイガースマスクを楽しみにしてた。でも病欠で上がってきたのは佐野アラン、ね、9月もシングルやりましたね。あいつの力は想像以上でした。あいつのことは僕も認めてるつもりですけど、あんなやつにねつまずいてられないんですよ、こっちは。来週までにこの肘きっちり調整して、22アゼリア大将佐野アラン、お前をきっちり弾き返して準決勝決勝、俺は天王山のてっぺんを取ってライトヘビーも大阪プロレスも手に入れたよ。おい、前社長が復帰したドミネーション発足だ、知るか。この天王山は俺のための天王山や。Yeah.
ったストーマン大阪プロレスチャンピオンで、まあ、かなり近づいて気合入って行きました。まあ、自分の中では、まあ、真っ向勝負で、まあ、やりたいと思ってたんですけど、まあ、勧誘とかもあったけど、まあ、それがあだとなって勝つことができたんじゃないかと思ってます。まあ、次ね、デンマーカンでトーナメントなんで、まあ、2回戦誰が上がってくるか分からないけど、2回戦も全力で勝ち抜いて準決勝決勝必ず勝って優勝して、まあ、皆さんね、あのベルト、返上したベルトを取り戻しに行きます。まあ、以上です。はい。